はい、どうもないです。今回はですね、こちらの、おでんに走ろう、失踪星9ですねに挑戦していこうと思います。で、まあ今回も、船長とかね、船員の方には新キャラを入れていませんので、今回のガチャ引いてないよって方はぜひとも参考にしてみてください。で、まあ今回船長とフレンド船長はちょっとね、同じキャラだとちょっと厳しかったので、船長ヤマト、フレンド船長を、ナミっていう感じですね。これ逆でも全然問題ないので、ナミ持ってるよって方はヤマト船長に、フレンド船長にして、ヤマト持ってるよって方はヤマト船長にして、フレンド船長を、ナミにするという感じでやっていただけたらいいかなと思ってます。そうですね、まずここでは、普通に倒していって問題ないですかね。ですね、マルコだけちょっと火力が出ないので、マルコの連スロットだけ残していきます。他は普通にタップで問題ないですかね。まあこんな感じでいきましょう。よいしょ。で、次なんですけど、第2バトルでこんな感じで来るんですけど、まあこれはね、マルコ最後にしてタップしてください。まあちょっと火力がねギリギリなので、まあこんな感じでやっていただければ大丈夫かなとは思ってますかね。まあパーフェクトが取れないとちょっと全一厳しいかなっていう感じですかね。で、第3回では封じ中段が来ますよと、4ターンですね。で、しびれ1ターンっていう感じと、攻撃弾が3ターンですかね。封じに関してと、攻撃弾に関してはこの3時で解除していきますと。で、問題ないですかね。で、まあスロットに関しても揃ってなくても問題ないですかね、そんなに。火力的にはそんなに大丈夫なような気がしますので、フリストットとかになっても大丈夫かなと。まあとりあえずタップで削っていきましょう。まあこれで結構削れるぐらいなので問題ないかなっていう感じですかね。で、次が第4回バトルなんですけど、これは船長効果向こう多分貼ったんですかね、来ますよと。まあヤマトの船長効果で解除されてます。で、あとはないですかね。ヒサフジが来てるぐらいなんですけど、ヒサフジはこちらのマルコですね。マルコで完全に解除していきます。で、ここでヤマトの必殺技も使ってしまいましょう。こんな感じですね。で、次なんですけど、あとはタップで大丈夫ですかね。このままあとはタップでやっていきたいんですけど、最後のナミとこちらロジャーだけは残してください。他の4体で倒すって感じですね。まあ最後が、地属性なので、最後心属性のキャラでタップしていけば問題ないですかね。いきましょう。よいしょ。やばいな、いけるか、あぶねー。まあなんで1回ミスぐらいなら大丈夫ですかね。でもちょっとミスが続くと厳しいかもしれないですね。で、まあここでおでんに走路を切って、まあこんな感じでスロット変換されてしまうんですけど、まずここで、こちらの、キャラを使って攻撃弾を解除していきます。で、遅延無効状態にかかってますので、攻撃上昇が2倍にできますよっていう感じですね。これありがたいね。で、あとは、一定以上ダメージ減が4ターン来てますので、ナミで超過を使って解除していきます。で、あとはロジャーの必殺技を使うことで基礎攻撃力とかも上げれると。そうですね、これナミの方がいいかな。先ナミで基礎攻撃力上げた方がいいかもしれないですね。で、ナミで攻撃上昇もかけて、攻撃上昇っていうかチェーンケース加算効果ですかね、かけていくっていう感じですかね。まああとは、まあこれダメージ軽減ロジャーでかけれてるので、この効果を、上乗せできるって感じですね。で、まあ、あとはタップで削っていけば火力的にも問題なく出るのではないかなと思ってます。いきましょう。まあこんな感じでタップしていけば問題ないですかね。火力的にも十分足りるのかなと思っております。まあということで、こんな感じでやっていきましたと。